ダジャレに関してはめっちゃ出す。ダジャレはね、僕もね結構こだわりを持ってやる。こだわり持ってやるんですか。ずっちですみたいなダジャレ。じゃあちょっと謎かけ対決します。謎かけやり方が分かんないですけど、僕なんとかとかけました。なんとかとはその心はでしたっけ。そうですですね。なんか一個テーマを設けて、じゃあペットボトルとかね。ペットボトルがじゃあお題だとすると、ペットボトルとかけまして何々と解きます、はい、その心はどちらも何々でしょう。あ、そうか、どちらも何々でつけなきゃいけないわけですね。これめっちゃむずいじゃないですか。じゃあ、はい、ペットボトルでいいですか。はい、ペットボトルとかけまして、はい、で、一応じゃあできたら整いましたって言いましょう。ああ、はい、見たことあります。はい、ねずっちです。なんか仲悪くてね、解散した。あ、そうですね、ダブルコロ。前の相方そこ歩いてました。すぐそこ歩いてました。どうでもいいですね。すぐそこで本当すれ違った。はい。じゃあちょっとお手本見せてください。ああ、じゃあ、はい、整いました。ペットボトルとかけまして、はい、野球選手と解きます。その心はどちらもキャップが欠かせないでしょう。タカッチです。まあこういうやつですよ。なるほど、そうやってやるんですね。どちらもキャップ。ね、この帽子とこれでかけてるってことですね。なるほど、そうやってやったこと、謎かけってやったことないですね。そう言われると。じゃあぜひやってみましょう。一度も。ペットボトルちょっと変えます。お題。いや、ペットボトル、ペットボトルにあるものをなんか、そうですね、ペットボトルの要素をまずなんか出してきて、それを別の言葉に、なるほど、ダジャレで変換できそうなものを。あ、そうか、ダジャレで変換するんですね。そうですね。まあ、同音異義語ですかね。なるほど。めちゃめちゃプレッシャーがかけられる。何もできないみたいな。ペットボトルで、はい、整いました。お、整いましたか。はい。はい。いや、もうこれもすぐ思い浮かんだかのようにつぎ込んでくるから。はい、どうぞ。ペットボトルとかけまして。ペットボトルとかけまして。三国志と解く。三国志と解く。その心はどちらも漢の代わりになりました。おお。中国の漢の。そうです。歴史ですね。いいじゃないですか。漢の後ろがずっと出てこなくて、何時代だったかな。何時代だったかな。ずーっと考えたんですけど。ね、はい。ムンディ先生頑張りました。三国だ。そう、そこが。ずーっとこれが漢の次は三国だとね、秦なのか南北朝だったかと、隋とかはまだ後だろうなとか、隋唐はもっと後だったなと思いながらずっと考えてたんですよ。さあ、心ここにあるんでしたけど、話でしたっけ。じゃあこれでも謎かけもこれで漢ということでね。おお、さすが。いろいろそう考えてたんですよ。だからなんか愛は勝つの漢とか、いろんな漢の代わりっていうところまでは出てたわけですよね。それでいろんな漢を考えてました。さあ、どんなこともいいですね。はい。あとはなんかリサイクルの方にかけようとか。ああ、なるほど。僕も実はね、もう一個思いついてる。お、はい。どうぞ。ペットボトルとかけまして、テニスの試合と解きます。その心は。ジュースに入ることもあるでしょう。ジュースに入ってくる。逆です。これがジュースがジュース入りすることもあるでしょう。ああ、なるほど。それだったらいいね。ジュース入りだったら。はい、ちょっと昔のお笑いがすごく好きなので。はい。ちなみにお笑いは好き？ですよね。だって NSC 入りたかったぐらいですもんね。誰が好きだったんですか。ああ、まあ一番、まあ年代にもよるんですけど、この年、今もちろんダウンタウンから入ったのがやっぱり多かったですけど。ダウンタウンさんの何からですか。ダウンタウンごっつえ感じ、ごっつえ感じから入って、でオンエアバトルですかね。オンエアバトルが好きで。で、あとはそのネプチューンのホリケンさんですね、堀内健、渡辺エンターテインメントで、あと釈迦とか分かりますか。分かりますよ。大熊さんと植松さんの。そうです。さすが知ってますね。今大熊さん一人になってね、植松さんは四国に戻りましたけど、ね、椎名林檎さんが一番好きなお笑い芸人が釈迦さん。知らなかった。もちろん。そうなんですね。そうですよ。芸人間の評価めちゃくちゃ高いお笑いさんでしたけれども、そうですね。なんでやっぱきっかけがないとね、なかなか難しいですね。そうですね。だからかつら芸能者とか知ってますよね。ハゲのねで社長と呼ばれてる方が審査員みたいなね、かつら芸能者が TBS でやってて、同じ時々かぶっちゃったりするんですけど、ナイターの延長で「感じるジャッカル」っていうのがやってましたね。中川家さん、釈迦さん、ホームチームです。ああ、ホームチームさんね。ホームチームさんもね、解散されて。そうですね。檜山と与沢さんと与沢さんね。本当動きの笑いがね、もう与沢さんの今でもピンでやられてるのかな。そうなんですね。R1 グランプリとかね。あ、そうなんですね。出られたりしてましたよ。うん。そうなんだ。ええ、そうそう、檜山さんがね、極楽の加藤さんと同じ声の。あ、そう。似てる。ガサガサのね、ツッコミ。それでやってたんですけどね。いやー、なかなか、いや、それを見ててお笑いって難しいんだなって分かりました。彼らがこう行くっていうところで、あんなに面白い人たちが、そうなんですよ、なかなかね続けられられなくなってしまう。それでまあ僕はその教える側を選んだらそれもあるんですよ。あんなに面白いすごい人たちが全然出れないんだ。だからあれは僕たちもまあなんだろうな。まあ、テレビにたまに出るんだけど、テレビ出たら全然こう、なんかね、あんまり面白くないような感じになっちゃう芸人さんとかいるじゃないですか。でテレビ見てる人たちは「あの芸人つまんねえな」とかって言うじゃないですか。でもそういう人たちももうその劇場とか楽屋とかだともう無敵の面白さなんですよ。そうなんですよね、本当に。でいや、なんか本当にね、僕たちはそのもうなんと力を発揮した時の無敵の面白さ知ってるから、なぜテレビであの面白さが出せないんだっていうふうに思っちゃうんだけど、まあそれもね、厳しかったですね。厳しい。釈迦も結局1回しか『さんま御殿』出れなかったんで。ああ、そうですか。全番組チェックしてるんですけど。結構なフリークですね。そうですね。桂芸能者多分全録画してる。ええ、それはすごい。オンバタとカツラ芸能者は毎週全部撮ってましたね、全て。その辺の、そうですね、だからまあ M−1 が始まったぐらいからちょっとそのお笑いの評価軸が少し変わってきたんですよね。なるほどなるほど。だオンバトってお客さん投票だから、とにかくそのなんとか大衆向けの笑いっていうか、もうみんなが面白いっていうような笑いが評価されるような軸だったところからM−1 グランプリは、まあそのね、売れてる芸人さんとか、まあ、かなり上の方の芸人さんが評価するというのが変わったから、ちょっとこうね通好みな。そうでしたね、なかなかパンクブーブーなんてね、オンバトでずっと一番だったのに、ああそうですね、 M−1 ではだいぶ時間かかりましたからね、決勝行けずにっていうね。そう、いろいろあります。何の話をしてたんですか。ここどこに組み込めばいいんだろう。一応プランある感じ。大丈夫です。大丈夫です。プランある感じだったら戻ってきます。プランある感じだったらあんまりなんか余計なこと言わない。ルート33とかね、話したくなっちゃう。ああ、ルートさんもね、まあ今何やられてますよ、ルートさんは。そうなんですね。これでこんだけ喋ってんの5分ぐらいの動画です。あ、全然いいですよ。その卒業公演のネタを。当時ねコンビだったから、コンビだったんですね。そう、一人じゃちょっとできないんですけど、そういうやつまあ相方がね、フリーザ、ドラゴンボールのフリーザのモノマネがすごいうまくって、まさかのあの人なんですか。それで、まあもしもフリーザが学校の先生だったらみたいな、そういうネタです。じゃあ混ぜたんですね。じゃあもう相方メインでしたね。そうそう、相方なきゃ無理ですね。そうそう、だからまあ一応漫才の入りが、僕実は元学校の先生だったんですけど、そうでもまあなんか全然授業うまくいかなくて先生辞めちゃったんですよねみたいな、そういうことを言って、でそしたら相方が「いやその学校の先生なんて簡単だよ」みたいなこと言ってきて「じゃあお前やってみろよ」っつって、で僕が生徒役で相方が、まあ、先生役でやるみたいな。なるほど。そしたらなんかまあフリーザとして出てきて、ウケますよね。ウケますし、かもめちゃくちゃ似てるんですよ、マジで。めっちゃ似てますよね。それで、あ、そう、でもちなみにね、今YouTube とかでさ、フリーザー芸人さんって、バンバンバンの山本さんって方がやってるんですけど、その方とは別のなんですね。別の人なんですよ。へえ。でさらに共演したりしないですか？あ、共演したこともあります。フリーザ同士、はい、まあなんか出席を取りますザーボンさん、ドドリアさんみたい なんかそういうそのドラゴンボールのワード絶対ウケますよ、そんなのめちゃめちゃウケますよ、うん、クリリンさん廊下を走ってはいけませんピーボンっつって殺したりとかなんかそういうやつ。それ M1 とかもなんかちょっといいとこまで行ったりとか。おお、まあ確かにフリーザのものまね。つってまあまあ2回戦で落ちたんですけど、まあ1回戦はね突破したりとかして、でそれでそうテレビも1回出たんですよ。やりすぎ工事ってテレ東の番組ですし、卒業してすぐの子たちを紹介するって特集があって、でなんか6組ぐらい選ばれて出たんですけど、その6組に僕らも選ばれて、で一応まあその時は取り任せてもらってみたいなのとかあって、今田さん、東野さんと、まあ千原ジュニアとか出てるやつですね。でおお、いいじゃんいいじゃんってなってたんですけど、まあちょっといろいろあってコンビ解散することになり。いろいろあったんですね。いろいろありました。そこは言うんですか？あんまり、うん、あんまり言えないかな。あんまり言えない。わあ、すごい。ソロになったんですか？お互い。あ、もう相方辞めましたね。辞めちゃったんですね。じゃあもう完全な素人。うん。宇宙の支配者ですけど。宇宙のそう。今は多分コンビニの支配者になってると思います。コンビニの支配者になったんですか？マジっすか？ちょっとですね、高田先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube とかけまして。YouTube とかけまして、運動会と解きます。整いましたなかった。整いました。YouTube とかけまして、運動会と解きます。はい。その心はどちらもアップが大事でしょう。おお。たかっちです。低評価を押さないでください。YouTube とかけまして宗教改革と解くとか。おお、その心はどちらも配信ですとかね。難しい。いやでもいいと思いますよ。あえてその難しい方向に振ってくっていうのは。